穂ず良次は、日本の政治家、新城市長、元蓬来町長。祖父は、帝国議会議員を一期務めた、鈴木林蔵。父親は、旧愛地国から選出された日本社会党所属の、衆議院議員、穂ず七郎。東京特部に生まれる。東京で、少年時代を過ごす。1968年、東京都立小石川高等学校中退。 1969年、佐藤首相訪米阻止闘争に参加し、武器に使う、はずの鉄パイプの受け取りに失敗して、近くの墓地から抜き取った板頭場で、機動隊に挑み、兄と共に逮捕される。マルクス主義青年同盟の運動に参加した。1975年の岡山大学北鶴寮、襲撃事件では、寮生を引き殺したマイクロバスの上で、行け、突っ込みと指揮を取っていた。 穂ずは、障害致死容疑で、岡山県警察から、指名手配を受け、幼い息子を両親に預けて地下に潜ったが、6年後に、セクトが、家宅捜索を受けた際に発見されて逮捕される。最高裁判所まで争った後、1990年に、実刑判決が確定し、服役。2年後に、交府刑務所を出所した。出所後間もなく、母が死去し、 愛知県の東三河の蓬莱町に戻り父の介護をする。1995年に父が死去した後、相続した山林で林業経営を行う。1997年に有限会社穂積林業を設立、代表取締役に就任する。2002年、翌年の愛知県議会議員選挙に、北下良郡及び南下良郡選挙区から立候補する意向を表明。 2003年2月18日、中小ビラが選挙区内にばらかまれている都市、旧南下田軍選挙区の自民党現職の佐藤、安志博の後援会支部役員3人を相手取り、名古屋地裁と橋支部に配布中止、禁止を求める仮処分申請をした。同年3月7日に、両者は和解したが、4月の県議選で佐藤に敗れ落選。2004年11月、 宝来町長選挙に立候補し、元町議会議長の前沢光春を破り初当選。同年12月、高校の同級生の石渡隆子と結婚。2005年10月1日、宝来町は、作手村と新城郎氏と合併し、新城郎氏が誕生する。それに伴って、同年11月13日に行われた新城市長選挙に、市長給与20%削減。 女役と教育長の給与10%削減、収入役廃止などを公約に掲げ、立候補。対立候補は、元新城市女役の小林常夫と、元新城市議の関口正氏。小林は、前市長の山本薫王を、講演会長に迎え、自民党の佐藤康弘県議、同党の加藤実のる県議の支援を受けており、本命場と見られていたが、 穂積が2候補を破り初当選を果たした。投票率は80.71%。2009年11月1日の新城市長選挙に民主党と自由民主党の推薦を得て、無所属で出馬。元市長の山本薫王の長男の山本拓也、元新城市議の白井智博らを破り、再選。投票率は77.32%。 2013年11月10日の新城市長選挙に自民党と民主党と生活の党の推薦を得て無所属で出馬。2009の市長選に続いて出馬した山本拓也を接戦の末に退け参戦を果たした。投票率は71.07%。2017年10月30日の新城市長選挙に無所属で出馬し4選。 投票率は69.23%ありがとうございます。